私はもう5000が出る。今週のゲストは前回に引き続き有村の大先輩斉木美希。日本のゴルフを見てたのかな、ルークが。この引退してからの期間で学んだことを披露する回をぜひ。だから番組できたって聞いて名前見て、なんか昔さ、何だったっけ、ミクシーみたいなのやってたじゃん、知恵の輪ブログみたいな。ああ、そういう感じなんてかな、なんかこういいなと思った。なんか他のプロだったら多分断ってたけど、まあ知恵だからいいかな。ありがとうございます。高いところをご馳走します。お願いします。はい。この番組は力まずにプロゴルファーの凄さを伝えたり、データ化した知恵を拝借したり、独自の理論を紐解いたり、さらに私生活に密着し素顔もお届けする。その名も。有村の知恵。というわけで、じゃあフリップ見ます、はい、まずはちょっとそのフェードになったきっかけとかも聞きたいんだけど、これ人生のやつ一回聞きながらも、まずその辿っていきつつ聞こうかなと思って。めちゃくちゃ細かくなったよ。いや、ありがたいです。これ出していいんですか？はい。おお。あ、でも結構またプロ入りが真ん中ぐらいなんですね。10歳で。でもそう、ミキさんが壮絶だった。壮絶。ゴルフ始めたきっかけ知らないんだよね。いや、もうきっかけとかないよね。なんかもう、なんかお父さん、おじいちゃんがゴルフ好きで、それこそなんか広島で試合をこう持ってきたというか、うん、すごい方なんで。で、まあそれでまあお父さんもゴルフしてたし、でその関係でなんか家にいろんなプロゴルファーの人来てたから、うん、まあ自然に。うん、でお父さん子で。自然に始めたらこう、うまいうまいねって言われたら、なんかちょっとあれみたいな感じで始めました。でも140に覚えてるんですね。しかも謎に小学生で初めて試合出たのにティーグラウンドがバックティーだったんよ。珍しいですね、うん、なんでみたいな。小学校の試合じゃなくて、あのね、今で言ったらなんだっけ、あの JJGA のまだほんとできたばっかぐらい。なるほどね。だから多分ちゃんとなんかこうちゃんとできてないかん、確立されてない感じだったのかな。まあ私たち坂田塾組だから、服部とかもで、まあ私の周り結構坂田塾組が多いから、ハーフスイングがもう絶対だったから、その普通に始めた人たちってどうやって始めたんだろうみたいな。いや、とりあえず当ててみろみたいな。へー。お父さんが教えてくれてるんですか？そうです。お父さんとおじいちゃんが。なんか遊び感覚で、まあ、練習場カゴとかあるじゃないですか、50ヤーのカゴ、うん、あれにとりあえず入れたら帰りアイス買ってやるみたいな。もうじゃあなんかスイングってどうこうっていうより、スイング言われだしたのやっぱもうちょっと大きくなってからね。最初はもう自分で真似しろって言って、うん、そう真似しなさいって言われてた。毎日やっぱり練習してるんですか？あ、でも小学校の時はあのうちゴルフショップもしたんで、その練習場の中にあるゴルフショップやってたんで、おじいちゃんが店番行くのに休みの人から連れついてって、うん、朝、まあ、昼ご飯までに500球でご飯食べて500球みたいなはやってましたね。めっちゃスパルタじゃないですか。いやでも強制じゃないんだよ別に。自分でなんかやってたんだ。決めてたそれは。じゃあもうやっぱ好きではあったんですね、ゴルフね。あんなだ負けるの嫌で、お兄ちゃんも一緒に始めて、でお兄ちゃんの方がうまいに決まってんじゃん、飛ぶし、それがすごい嫌で。へえ。かな。でも13歳で初めて全国大会で2位ってことは3年でもうそこまでいってるわけじゃないですか。まあもともとね、センスの塊だったから。だと思うよ。だと思う。うん。自らを天才という斉木、 SNS では変幻自在のショットを披露している。まあもうね普通はやっぱちっちゃい時から始めて我流でやってる人たちってちょっとやっぱ癖あるスイングが多いんですけど、美樹さんってそういうスイングじゃないから明らかにセンスあったんですよ絶対に。ね、癖が欲しかったもん。いらないと思うよ。いや本当に、いやリアルにもっとなんか癖がある方がやることって決まるんですけど、なさすぎるとこうなんていうんですかね、ちょっとこうまあ、トラックマンとかで測ると本当にちょっとのミスでこんな溜まって曲がるんだなっていう癖が欲しかったもん。いやリアルにもなんか癖がある方がやることって決まるんですけど、いやそこの感覚にいけることがすごい。だからトラックマンが私についてこれてないと未だに思ってるありえるよ、うん、で15歳で全国大会勝って、まあ、だからもう本当トントンと行ってる感じで卒業したアメリカ行って高校卒業してね。そうそうそう。高校は、うん、どこ？広島の武田高校。一応あったけどまあほぼ帰宅部。家帰って練習するから、まあ、そっかそっか。当時はだってねまだゴルフ部がある高校はそんな多くなかったですよね。高校卒業して確かになんかアメリカ行ったのを覚えてる。高校2年生の時かな、うん、世界ジュニア行ってでなんか3校ぐらい来たんだよねオファーが、うん、海外で。もうお父さんがもう喜んじゃって喜んじゃってもうアメリカ行ってこいみたいな、うん、でも私は行きたくないでもなんかまあ行ったらかっこいいだろうなっていうぼんやりした感じ、うん、でもなんかまあこっちが卒業4月で向こう入学9月で、まあ、その期間勉強とかあるけど、うん、もう無理すぎて勉強で、うん、ゴルフできてないと思って自分のなんかゴルフクラブがちょっと埃かぶってたのを見て帰ろうと思って半年ぐらいで帰ってきてで福祉大に行ったっていう。ちなみに同級生とかはどういう同級生？プロになった方でいうと三塚優子が同級生ですね。あとあんまりいないんですよ私の同い年って。一個上が上原さんと飯島さんとか、うん、で1個下が愛ちゃんさくら、うん、小粒なんですよ。まだ本当いや小粒がでかいみたいなそうなんかまだ美樹さんの時って高校卒業してプロになるって発想はなかった？あったけど私プロになる気がなかったからね。そういう感じでしたよね、うん、それすごい覚えてる。お父さんにプロにはなるなって言われてたから、あプロにはなっちゃダメなんだなみたいな。なんでなんだろうそれ。いやなんかこうイメージがお父さんがプロゴルファー女子プロゴルファーはこう、まあ、なんていう男っぽいというかこう気が強い男っぽい結婚遅れるみたいな、なんか普通にアマチュアとしてこう家庭を持って、まあ、日本アマとか目指せばいいじゃんみたいな。まあ、その当時で言うとやっぱ異色な経歴だったなって思う。そのなんか高校卒業してみんな大学かプロかで悩む中一人アメリカ行くみたいな感じだったから、やっぱなんか美樹さんってそのもうプロにこだわってないっていうなんかこうちょっと特徴的なイメージはすごいあって、うん、全然なる気がなくで福祉大行って。そう福祉大行ってその頃出会ってるわけですね。じゃあそうですだからお久しぶりみたいな。そうまあでもナショナルチームで結構一緒だったんで、うん、でもその年に QT 受けてるあれよ。そのそっか絵になって3年生の時だから、ね、だから自分が4年生だけど3年生の年齢じゃん、うん、だから監督にわがまま言って「QT 受けてもいいですか」って「ダメだったらすぐ大学戻るんで」みたいな話で3年生の時に受けてでも4年生の時に、まあ、プロ転向みたいな。うん。QT じゃあ受けようと思ったのは何だったんですか？それもね結構周りが受けようみたいな、まあね、じゃあ自分もみたいなちょっともう風潮的流れがね来てたからね乗り出し、まあ、その当時付き合ってた人にちょっと見返したいっていうのもあって。ちょっと待って誰だっけえ待って待って思い出すわまあ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 でもね私ね覚えてる自分のねデビューってアコーディアなんですけど一緒に回ったの知恵なんですよ。え嘘。本当。しかもねアウトコースのね一番ホールスタート。えごめんそれはちょっと覚えてなかった。本当にむしろ多分合ってるよ調べたら。初優勝の時一緒に回ってんだもん。それはもちろん覚えてますよ。うん、マジ？私のデビューのアコーディアの時はそう木村俊美さんでしょ。ペアリング初日見て知恵と多分私だと思う。違ってたらごめん。違うじゃん。あれ？え違うよこれ。あ待ってえ。よかった耐えた今忘れてたって。えじゃあ私何と勘違いしてんだろう。えめっちゃ知恵ってイメージがあるの。あほら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 最終組だ。あ最終日回ってんだ。最終日だ。そうだそうだ。これのイメージしかない。へえ。その時がデビューでその4試合後ぐらいに優勝してるでしょ。5試合後ぐらい。4試合。で私最終日一緒に回ったんです。だって40位15位4位優勝だったもん。で。4試合ですよ、デビューして。多分この時予選落ちも1回ぐらいしかなかったかな。へー、だからさ、多分さ、もっと早くプロ入りしてたらさ、ね、余裕だったってことでしょ、きっと多分。いやいや、人生一度きりなんだから。まあね。そんな焦ってプロならんでも、みんな今苦労してんじゃん、辛そうにゴルフして。もうあれですか。あ、意外とプロやれるなみたいな感じなんですか。いや、もう思いましたよ。出た開幕戦っていうか、自分が出たアコーディアで、自分めちゃくちゃ調子悪くて、でそれ予選通ったから。余裕だなって思いました。でもまあ余裕だなって思ってたから、多分初優勝すぐできたけど、そっから変に真面目にやっちゃったから、多分2勝目遠かったんだと思う。そのままいきゃいいのに、ちょっと真面目になっちゃったんだよね。そうかな。なんかそんなに苦労してるっていうイメージはないんだけど、まあ、優勝までっていうのはあるけど、別に予選落ちが続いたとかはないでしょ。なんか予選落ちが最高3試合ぐらいしかないかな。そうでしょう。そうだから、なんか私たちからすると苦労してるようには見えないし、もちろん本人の中ではもういろいろなんかあったとは思うんですけど、3落ちて、ね、まあ、通って落ちてみたいなのあるけど、4連チャンは多分ないと思う。そう、なんか苦戦してるイメージはないんだよな。でも苦戦してるのよ。うん、ミキさんの中ではね。でも多分ね、見てたら分かんないと思う、そんな別にこんなになるわけでもないし、なんかみんな結構調子悪くなると目見て話さない子とかって結構いるんですよ。だけど私はなかったな。それはなさそう、ミキさん。